チュース。ピースオブケーキの翔太です。りょうくんです。あさちゃんです。最後までよろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、清里さん別の仕事で来れないということで3人でお届けしております。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は僕が見つけてきた、ほう、ちょっとね、おしゃんなやつを見つけてきましたね。おしゃんな、いやもうだいぶおしゃんっす。おしゃん、そんなあるおしゃんなものってあるんすよ。それは僕ツイッターやってるんですけど、ツイッターを見てた時に流れてきたのがあって、ほう、皆さん見たことあるかもしれないんですけど、ポンシュグリアって知らないですか？ポンシュグリア、はい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 、僕はなんとなく聞いたことある。あ、なんとなく、もうちょっと見たことない。あのなんかワンカップとかのとこに乾燥したフルーツが入ってて、そこに日本酒を入れると日本酒カクテルになるっていうものがあるんですけど、へえ。そこを出してる会社がファームエイトさんかな、ファームエイトさんだと思うんですけど、のポンシュグリアが出てて、ポンシュグリア、それをねゲットしたんですよ。サングリアだったら聞いたことあるけど、多分それの日本酒バージョンみたいな。へー、今日はそれをゲットしたので、ちょっと味わっていこうかなと。でも僕らってお酒苦手じゃないですか、大丈夫です。これソーダと、あの紅茶とか入れても美味しく飲めるらしいので、いいっすね、それは。それをね、今日は堪能していこうではないかと思います、はい。まあ、商品の方は本編に行ってから皆さんにお見せします。お楽しみに、はい、ということで今日はポンシュグリアを堪能してみましょう。イエイ、ありがとうございます。じゃあ早速いきますか。はい、最後までご覧ください。どうぞどうぞ。はい、例の品がこちらでございます。どうも。おお、ちょっとね小さめなんですよね、箱が。そうですね、なんか、結構ちっちゃいなと思いました、じゃあ早速開封の儀をちょっとお願いします、りょうくん。はい、開封の儀。お、早速何かパンフレットみたいなものが、クーポン入ってます。クーポン、そうですね、クーポンと書いてありますよ。クーポン 10% クーポンいただきました。次回安くなる、いや間違いないですね。これはこういう飲み方ができますよっていう紹介入ってます。今回頼んだセットがフルーツが12種類入ってるやつで、別のセットみたいなのもあるんですよ、このフルーツと一緒についてる日本酒とかのセットもあって、うちのチャンネルお酒飲める人が、まあ、りょうくんぐらいしか得意な人がいないっていうことで、ノンアルコールでもできるようフルーツだけにしました。じゃあ早速何が入ってるか紹介していきますか。まずはこちら、レモンです、バラです、新潟スイカです、メロン、越後姫書いてあります、ピーチティーです。お、おしゃれだね。沖縄マンゴー、沖縄マンゴー、愛媛オレンジ、アップルティー、続いて、あ、プラム、続いて、あ、梨、これ意外ですね、柿、秋の味覚。こういう感じで12種類の強者が出揃いました、まあ、今日はここに炭酸水やらソーダとか、りょうくんはお酒を用意したんで一人だけポンシュグリアでいただきます。いいですね。これ全部飲むとお腹がたっぷんたっぷんになりそうなんで、たっぷんだね、今日は気になったやつをチョイスしていこうかなと思っております。はい、じゃあそれではいろいろ準備していきます。はい、はい、強者を揃えてきました。りょうくんはこちら大関の飲物も飲物も、そして3人ともいけるように三ツ矢サイダーと三ツ矢サイダー炭酸水、ちゃんと例の今日炭酸にしてきました。じゃあとりあえず1個ずついきます。はい、俺やっぱメロンっすね、メロンで炭酸水で、炭酸水でいくんでしょ。ベリー系、じゃあ俺越後姫で。おい、いいですね、新潟のいちご。じゃあ僕は梨にします、さっぱりで。お、梨、いいですね。あ、めっちゃいい匂いする、すごいメロンしてるぜ。おお、牛乳入れたらメロンオレンジ。ああ、メロンしてる、やばいっすね、変なこと言ってもいいですか、焼き芋の匂いします。
あ、わかる。焼き芋ちょっとわかるかも。え、だってこっちの方が焼き芋すごい甘い焼き芋。あ、甘い焼き芋ですか。いや、いちごなんだけど。あ、ほんとやな。これ、まあ、でも甘い感じの匂いってことですよね、多分。ちょっと入れて、これ多分殺菌溶かした方がいいと思う。あー、そうかもしれないですね、うん、入れて混ぜるらしいです。よくかき混ぜて、発火糖が溶けたら出来上がり。この白いやつですね、発火糖。これも、じゃあ半分ぐらい入れて。発火糖溶けるまで結構時間かかるくね、これ、うん、マジ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 。でもこれ炭酸でかき混ぜたらさ、炭酸なくなるよ。うん発火糖、嘘でしょ、全然溶けやしない、こいつ。あ、でも結構溶けとるかも。炭酸なくなるやん、これとげ切ったので、ここに炭酸ぶち込んでいきたいと思います。いい音してんな、おいなんかすごいメロンふやけた感じになってますね。うん、いい感じの匂い。ホイポンシュして、そうです。ありがとうございます。この方、はい、いいね。ちょっと軽く混ぜて。そうですね、混ぜ混ぜして。じゃあ、打ち上げいきますか。打ち上げ、うん、ポンシュグリアで KP KP KP。さあ、1号船。炭酸が超抜けてるけど、うまい。うまい。うん、うん、飲みやす。あ、すげえ。飲んだ瞬間にメロンがブワーってきます。うんうん、めっちゃ飲みやすいです。うめえ。結構甘めですね、でもこれは。ほんと女性は好きだと思います、これ。ああ、いいかもね。まさに僕が見かけたやつは、あの、ギフトセットみたいなやつで、女子会にぴったりって書いてありました。 あ、そう。うん、今日はそれなので3人で女子会に負けないレベルで。力士会力士会力士会会議するんですか、今から。理事会にしますか、理事会理事会。クリームじゃねえ、これ、ワンちゃん。いや、あのね、ドライフルーツめっちゃうまい、これ。あ、ドライフルーツめっちゃうまい。ドライフルーツもいってる系なんすね。うん、食ってみる、これ。え、メロンですか。うん、うめえ、うめえ。なんか、お菓子みたいな感じですね。うん、いや、いい感じに、水分吸って、ふやけてる。若干、グミみたいな、柔らかいグミみたいな感触。うん、え、美味しいよ。うん、でも、本当に飲みやすいですね、日本酒が、これは。いや、美味しかったっすよ。マチです。ビンでした。ボーノー好き。いや、うまかった。ボーノ好き。これ、ポンシュグリアはサングリアとかって海外のものじゃないですか。お、だからそれにちょっと対応した僕もボーノに対抗できるものを思いついたんですよ。何？じゃあ行きますね、ポンシュグリア、うん、デリシャス。どうですか。おーおーおー、誠に申し訳ございませんでした。おいしゅうございおいしゅうございました。最後締めとこう。はい、おいしゅうございましたでも本当に日本酒とか苦手な人でも全然これに入れて飲んだら本当カクテルみたいになるから。そうですね、本当に普段日本酒飲まない人でも飲みやすくなると思うし、うん、なんか本当は違うんですけど、まあポンシュグリアって名前ですけど、本当にでもワインとか入れてもお手軽サングリアみたいな感じで飲めそうです。確かにあるね、うんうん、めっちゃ溶かさないけど。そうそうですよね、これが大変なんですよ。そうそうそう、下手したらもう冷たいもん入れる前でもほんの少量だけお湯入れて先溶かすみたいな方法ありかもですね。で、氷とか入れて、まあでもティー入れたらもう完全フルーツティーになるっす、これ。ああですね、うん、だからいろんなバリエーションがあるんで、うん、ちょっと残ったやつはサッサンに飲んでもらって。そうですね、サッサンはティー好きなんで、ね、フルーツティーとか。まあ今日はこんな感じでね、ポンシュグリア、ポンシュグリア株式会社ファームエイトさんのポンシュグリアをご紹介させていただきました。またツイッターとかでこういうね、人気なものとか珍しいものとか見つけたらぜひ注文して皆さんにお届けしたいと思います。はい、はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。それでは、せーの、チャオー。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますのでチェックしてみてください。それでは、せーの、チャオー。